ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうも。失礼します。庆祝中华民国103岁生日，酒会现在正式开始。首先，请台北驻日经济文化代表处沈思成代表致辞。本日は非常に嬉しいのが、我が中華民国103年の国慶節祝賀パーティーにご出席いただき、誠にありがとうございます。今年対日交流事業の中で、最も注目されたイベントは、台北国立故宮博物院の新品使用展です。6月24日から9月15日まで、東京国立博物館で開催され、40万人を超える来場者を記録しました。また、2016年には国立故宮博物院南部部員で日本宮廷美術展の開催を予定しています。これらを通して双方の文化交流と相互理解が一層深まることを期待しています。昨年1年間の対日間の往来者数は370万人を超えました。さらに今年は8月末の時点ですでに300万人近くとなり、このペースで推移すれば年間400万人の大台を突破できる見通しです。台湾は TPP や東アジア地域包括的経済連携などへの参加を目指しており、この頃は日本との経済貿易関係の強化にも有益できると確信しています。さらに台湾と日本は自由民主主義、人権、法治などの革新的価値観を共有しており、地域の安定と繁栄を守るためにはこれらを堅持していかなければなりません。中華民国と日本国の理想の友好と発展を願で、私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。本日関門盛大に103回目の総柱節レセプション開催されますこと、誠におめでとうございます。心からお喜びを申し上げます。私が会長に就任して以来でも3年間で実に15件の覚書を締結するに至りました。日台の宝物とも言うべき信頼と友情関係を強固な土台として、今後もますます多方面における交流や協力を進めていくことを切に希望しております。第103回の国慶双柱節がこれだけたくさんの皆様方にお集まりをいただいて開催されましたことを、まずお喜びを申し上げます。東亜経済人会議日本委員会は、日本と台湾の民間経済界同士の交流を深めるために、1973年以来台湾側との間で1年も途切れることなく毎年合同委員会を開催してきております。日本各界の皆様、各界の皆様、こんばんは。谢谢，谢谢，谢谢。